開催国で我々がこう応援してチームがすごく強くなって勝てるのであればすごく嬉しいなと思いますね。みんなで盛り上がればそれが楽しいんじゃないかなと思うけどね。もう本当はね優勝とか言いたいんだけどね、まず一勝チャンスあると思うんだね、紙一重だから。将来日の丸を背負いワールドカップの舞台に立つと夢見る子どもたちも。聖地秩父宮ラグビー場にほど近い区立青山小学校、港ラグビースクールの小学5年生から中学3年生までのおよそ50人が汗を流していました。子どもたちを熱く指導しているのは2003年のワールドカップ日本代表に選出された吉田隆さんです。プロのコーチが指導に当たるこのスクールでは本格的にラグビーの道を夢見る選手たちが未来へのステップを踏んでいます。刻一刻と迫るワールドカップ開幕に選手たちは、2015年のワールドカップからラグビーが盛んになって今も人気が出てるんで身近に感じられるのがめっちゃ嬉しいです。もう日本で開催するのがそんなないから本当楽しみです。夢は日本代表とかでワールドカップという大きい舞台で活躍できるように頑張りたいです。東京都は開幕までの100日間を盛り上げていこうと今月16日に一般の方も参加できるイベントを都内で開きます。大会までいよいよ100日を切ったことで都内そして日本全国でますますラグビー熱が上がっていきそうですよね。はい、